お疲れちゃんです。ですね、今日はね、もう最後、シーズン最終日というわけで、もうね、残り多分1時間ぐらいしかないんですよ。今、メンテナンスが急に入って、今、メンテがね、終わった瞬間です。で、このシーズン終盤のあと残り1時間なんですけど、もう今、メンテが入って、アップデが行われましたってことで、アップデが行われたというか、情報修正が、はい、行われたというわけで、タルババがね、もうプリンセスとかアウトローを処理できなくなったり、なんかランバが弱体化されたりね、今ね、もういろいろ、もうシーズンラスト1時間前に環境がね、変わりましたというわけで、もう残り1時間ね、僕今7656って最多がね、もう77なんで、もうね、シーズン最多というかもう自己ベストをね、更新するために、こちらね、今ずっとね、ラバクロで、はい、魂売りましたというわけでやってきたんで、最後ね、ラバクロで、まあ頑張りたいと思います。もう2勝すれば自己ベストですね。なんで、更新したいんですけど、ランバーが解放されたんです。殴る速度ですね、多分殴る速度だったと思うんですけど、殴る速度が、0.1 遅くなったっていうので、まあ、ちょっと痛いですかね。なんか、いつも殴りすぎてた分が、殴んなくなったとか、あとは、タルババが下方の、何だったかな、アップで、あ、トリトンがめちゃくちゃ強くなった。あと、ペッカが、まあ、弱体って言われてるけど、実質強化かもしれないっていう、ね、射程が伸びるっていうやつですね、ちょっとだけ。っていうので、まあね、ちょっといろいろ環境変わったかも、まあ変わってないから最後なんで、もうみんな同じデッキを使うと思うんで、あんま変わってはないと思うんですけど、やっていきたいと思います。そう、トリトンがライトニングで死なないとかですね。うわー、やばい、これやばい。これやばい、エリポンゴレか、枯渇三重子なんですけど、多分三重子はいないからエリポンゴレだと思いますね。ここでケツゴレかケツダクネが、ポイって出て、うわい、よりやばいの来た。まあでもこれは、しっかり空で、このウィザードのね、範囲攻撃が当たらない位置に出してあげて、うわー、うまい、それは。これラバがクローンされてないのがすごい痛い。うわー、痛い。相手の防御うまい。ジャイアン?ゴレじゃないですね。相手は、エリポンジャイ。やばい。これめちゃくちゃ辛い。でも、今、あれでザップ使ったんで、わあ、こういうことをするしかないんですよね。ちょっと、手札的にね。攻めでランバー使ってよかったっすね、さっき。やべえ、これさ、なんかめっちゃ辛いっすよね、これ。多分、ラバクロを使う人なら分かってくれると思うんですけど。めっちゃ辛いんですよね、これ。やばい。頑張る。なんで終わったー。この試合はちょっとね、終わりましたね。で、プロが諦めんのかってなるかもしんないですけど、シーズンね、ベストかかってるんで、この試合はもう勝てないですね、さすがに。エリポンが壊せないなんて、ウィザードがちょっと処理できない。ザップもあったんで、さすがにこの試合はもう粘っても勝てないんで、一回ね、横に流して、横に流すっていうのかな。まあ、流して、もう次ですね、切り替えてシーズンサイドマジで行きたいんで、コタとか、あとテンゴットもかな。トレハーン、みかんさんが77いて、コタもめっちゃ上がってたんですよね。そう、すごい。78いってるんで、このままだと僕、最短77なんで、ちょっとね、負けちゃうんですよね。なんで、ちょっと勝ちたいですね。勝ちたいんで、まあ、あと1時間あるんで、1時間あったら、ま、200、上がって200とかかな、だと思うんで、まあ、7800。7800ちょっと、今シーズン8000行きたかったんですけどね、多分間に合わないっすね。さすがに。この、マッチングするね、時間もあるんで。めちゃくちゃ悔しいっすね。いや、マジで、シーズン終わる、この土日ですね。月曜日の夕方5時に、まあ、この、マルチのね、シーズンっていうのが終了するんですけど、マジでこの土曜日も日曜日も夜もずっと朝までやってて、朝っていうかもう本当に深夜ずっと頑張ってて、それでも全然上がんなくて、ちょっとだけ寝て起きてまたマルチっていうのもずっと無限にやってたんですけど、全然勝てなかったっすね。よろしく。あ、やばい、これインフェ枯渇だ。やばい、これさっきやったわ。あ、そう、枯渇が強化されたわけではないんですけど、タルババが、解放されたことによって、まあ、実質枯渇強化みたいなところがありの、バルキリーも、そう、解放されました。射程が、今までバグだったらしくて、めちゃくちゃ長いのがね、バグだったらしくて、解放されましたね。なんで、
まあ、枯渇がちょっと強いのか分かんないですけど、普通にナイト枯渇とか今後流行るんじゃないかなっていうので、逆にまあ枯渇が流行るならあれですね、簡単に言うと、クロス関係ですね。クロスが圧倒的強いっていうやつですね。クロスがなんか前に強化されて、なぜか強化されて、周りの、なんだろう、タルバブとか、クロスに対してのメタカードとかがどんどん解放されていってるんで、圧倒的クロスが強いですね。まあ、全然使えないんで、なんとも言えないんですけど。いやー、待って、やばい、これ。待って、インフェアちょっとちゃうくね。インフェアちゃうよな、マジ。うわ、辛いわー、これ。やばい。柱にバルキリーゲンかな。あ、後ろから。で、でも、相手は、ホバリングがきついんで、ホバリングで、なんかいい感じに、行きたいですね。うわぁ。いやらしい。で、プリンセスが処理できないんですよね、僕は。うわぁ、このインフェルノタワーに焼かれるホバが。いてぇ。ここちょっと待って。ワンチャンロケ来そうなんで、高めに出して。OK、ここ一回ユニットで耐えて、ワンチャンありますね。この形が相手は辛いですね。多分、プリンセス回しますね。プリンが、いや、まあ、全座あります。まあ、全座ある。次、バレル一回スキャミで。あ、これ、おいしい。全座ある、マジある。俺の希望が。ユニットで守って、こっち向け。プリンセス、左のベビーに向いて。オッケーオッケー、いい、あるマジある、オッケーオッケー、はい、刺さって、いやー、やばい、全然ある、これ一回しっかり守って、オッケー、耐えた、あー、ロケで終わるけど、相手がロケ打ってる間に、俺がたまたまぶっ刺さって、うわー、待って、やばい、つらい、待って、ここで2連敗はつらい、ここで2連敗はやばい、待って、やばい、本当にやばい、行きたい、シーズン最低行きたい。7700なんですよね。7700。いやー、今のは多分、今、マジで8200に1人、8200が出てるんですけど、その人がラバクロなんですよ。なんか、世界一うまいラバクロ使いがいるみたいで、8200いけるってことは、多分、その人だったら、このコツには勝つんですよね。いやー、むずいっすね。意外と、ラバクロも。いやー、やばい。マッチングエッグ。マッチング役マジで行きたい。本当に何千年か行きたい。マジで。あと1時間しかない。1時間もないかもしれない。でもこの動画は何時に上がるかわかんないんですけど。いやー、よろしく。で、ガンガン初テラはしたいんですけど、ホバリングスケアミがあると初テラを全然したいですね。僕、理論では。が、ワンテンポ待って、相手がコストを使った瞬間にケツラバ。ここ一回、向けからいきますね。なるほどね。メガナイト枯渇的な感じですかね。多分、インドラの、ぽいですよね。なんで、ここケツラバすると、逆サイか同サイにメガナイト邪気か、ケツインド。ほい。これはそうですね。一回、見て。よし、あんま変に守りすぎないんでいきたいですね。で、これインドラだけで処理されるんで、早く出したい。OK。これもクローンしたいですね。相手今、雪玉咲いたっすね。雪玉咲いたら、これ止めれないよ、このパピー。よいしょ、あー、ホバリング、クローン下手くそでごめんなさい、マジ。OK。1個ね。まずは1個ね。まず1個なんですけど、もう1個はしっかり守りたいですね。こっち側のタワーは。なんで、2-1で。まあ、このリガーは捨てて、で、ここで、ケツラバをすると、メガナイトギャングぐらいが来て、鬼辛いんですよね。なんで、一回待って、まあ、一回まだ待ちますね。延長入ってしまえば、こっちが結構、やりやすくなると思うんで、オッケー。全然いい。よ。ここは、この辺出して、オッケー。うわぁ、やばい。でも相手もビビドラとホバリングはすごい厄介だと思うんで。
あ、これ普通に雪玉で防衛して、オッケー。いやもうマジあと受けからこれ行けば行けますね。ラバ出すタイミングさえ気をつけて、もう受けから行って走り前ラバドーンかな。いやメガナイト使ったよなーって思いながらビビドラ展開して、ああこれなー。スペル使いたくないですね、防衛で。いい流れ。本当はランバーも出したいけど、そんな余裕はないので。オッケー。クローンベビーがめっちゃ活躍してる。いやー、これメガナイト痛いですけど、ちょっとぐらい我慢ですね。で、ここで攻めランバーして、オッケー。今、雪玉咲いたんで、この攻めスケアミですね。これラバクロを使うにおいて、この攻めスケアミ最強なんで覚えておいた方がいいです。よし。まあ。さっき今2連敗してからの、勝利なんで、まあ、1敗分を。いや、7709ぐらいですね、僕。いやー、マジで行きたい。相手に、ラバベビディとかにクローンして、雪玉使わせたら、追加コウモリか、追加コウモリとか、なんか、相手か、まあ、ランバーとか、あとは逆、なんか、ラバークロコリ、いっぱい形が作られるんですよね。なんかラバベビーもできるし、逆にラバがない時のランバーベビーコウモリのクローンとか、まあ、インフェの相手とかには結構それが有効なんですけど、ラバが通んないんでね。なんですけど、なんか意外とラバランバーコウモリとかした時にランバーに対してタルババを割いてくれる人がいるんですよね、まあ、陸受けとして。そしたらその瞬間にスケラミとか追加するともうそれだけで相手はめちゃくちゃ辛いみたいな。で逆に雪玉そこで打ってくるとこっちのあのクローンがねその後刺さるみたいな感じがあるんで、結構相手がスペル使ったら追加っていうのを結構ね覚えていくといいかなと思います。よろしく。でこれはまたあれですね、ケツラバした時に逆サイ攻められてホバリングで許容とかスケアミで一気に守るっていうのができないんで、ちょっと今待ってますね。相手のデッキは分かんないですね。しかも日本の方だ。うわー辛い。これケツラバして逆サイなんかなメガナイト系来たら辛いんですよね。ホバリングで共有できないんで。おフグだ。雪玉来ないで。ザップ来ないで。オッケー。いい。え、これめっちゃいい流れですね。今これニアド取って、しかも相手は今逆サイ多分攻めれない。おー、バルキリー。でもこれもう、これあれですね。さっき言ってた。あ、しかもバルキリー今解放されてるんで。わ、めっちゃタワーに近い。多分。こんなに近くなかったよね、前まで。あは。辛い。インフィキタ。インフィキタんですけど。これでも雪玉打つんで、打った後に、打たないか。うわぁ、雪玉打ったら打った後に、クローンしようと思ったんですけど、打たなかったっすね。うわぁ、ホグ。うわ、インフェホグや。これ、つらっ。やばい。次、読み雪玉がワンチャン来る。おぉ、なるほどね。丁寧ですね。やっぱ俺の最多がかかっている。いや、コウモリ2体生きてる。おいし。コスケアミね、ピューって守って。あー、なるほどね。いや、インフェクエイコーグはちょっと辛いっすね。でも、相手ホバリングも辛いと思うんで。これちょっとクローンしたいっす。でもランバ大事っすね。よいしょ。で、この、相手のマスケを雪玉で手前にノックバックして、処理して、オッケー、よしよし。で、あとは絶対端上からバルキリーホグが来るんで。オッケー。いいよ。痛いよ。耐えて。オッケー。今、しかもバルキリー咲いたんで、真ん中ラバースケアミが最強ですね。よいしょ。で、雪玉も咲いてるんで、これはもうクローンして、パーティー、OK。で、あとは一応守るね、守り、コウモリと雪玉。OK。コウモリと雪玉、合ってる。よし、OK。耐えて、やばい、クイック、OK。来た、勝った。よし。危ねえ、めちゃくちゃ危ねえ。OK。まあ、ランバー、マジで最強っすね、攻めで。あとは、ファルチェですね。ファルチェとか、よく相手でいるんですけど、ちょっとラストね。ラスト、いきます。ラスト。ファルチェが、まあ、意外と、
めっちゃいたんですけど、僕のこのね、トロタイには、もし7000円とか言ってる方で見てくださってる方だったら分かるかもしれないんですけど、マジで7000円から7500ぐらいにもう、日本人の方がめちゃめちゃいるんですよね。そしてしかも日本人の方がみんなファルチェバルーン使ってるんですよ、本当に。なんかに当たったなと思ったらファルチェバルーン、またファルチェバルーンみたいな、でたまに違ってまたファルチェバルーンみたいな感じで、ファルチェがそのラバクロからしたら結構、まあ、辛いんですけど、もうほぼほぼがね、ほぼほぼ勝てないんですけど、なんか唯一勝てたのがなんかラバーをいっぱい出す、なんかこうラバーからの2体目ラバーですね、2体目ラバーで結構攻めるとファルチェには勝てるっていうのが分かったんで、ぜひファルチェに困ってる方は2体目ラバーで攻めてください。なんか後ろどんどん追加しても結局なんかトルネードプラスで溶かされちゃうんで、逆にラバーだとなんか相手がきつそうでしたね。ファルチェが2体目ラバー殴ってパピーが残ってそこにトルネード使うしかなくてみたいな感じでどんどんサイクルができてましたね。あー、これちょっと辛いっすね。これ多分雪玉速攻ですよね。これでも雪玉咲いたんで、なんかこれだけでもワンチャン落ちそうみたいな。え？落ちたくね？来たくね？うい、これ追加して。ああ、アイゴの爆破が辛い。やばい、殴んな殴んな。ああ、透明なベビーが死んだ。いや、このマジアチうまいっすね。てかやばい。このマジアチャに、まあ、ユーノとか多分つけられるんですけど、それが辛い。マジアチャ神器っすね。でもラム咲いてるから、ランバーぐらいかな。これマジアチャだけだったらステイ。ああ。さすがにこれは守れますね。ギリ危ねえ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 。よしよしよし、いや全然いけますよ、まあ、ラムが結局止まんないんで、まあちょっとはダメージ受けていいんで、無理に守りすぎずにいきたいですね。であとはインドラを攻めでノックバックして、ラバが残ると相手はラバ自体を溶かすことができないんで、しっかりラバで削っていきたいですね。オッケーオッケー、これ普通に、あ、本当はランバーも追加したいな。あ、でもあれか、あのマジアチャ君がいるんだよね。なんで陸追加からの、まあ雪玉は打てないな今回は。よいしょ、あ、待って、下手すぎた。ちょっと待って、本当に下手、クローンが下手なんですよね僕。もう一個同じっすね、ホバリングからの。ああ、これ守りすぎると良くないっていう話をしたけど、やばい。あはー、負ける。やばいやばいやばい。待って、本当に。俺本当にここで勝ちたい。ここで勝てないと何も意味がない。よし。うわ、やばい。もう相手イケイケタイム来てますね、相手の。相手のイケイケタイムが来てる。いや、でもこれ相手やりすぎじゃない？いや、めっちゃ入るじゃん。めっちゃ入るじゃん。マジで。めっちゃ入るし、マジアチャの角度がめっちゃいいんだけど。ああ、終わる。終わる。俺の夏が終わる。あ、でもまだ耐えてる。いや、耐えてるのか、これは本当に。ああ、終わった。マジで。つら。待って、でも、聞いてください。あと、本当に1時間ぐらいあるんで。さっきから1時間、いや、あと45分ぐらいかな。まだあるんで、ちょっとね。動画外で気合いであげます。はい、というわけであと50分、頑張りたいと思います。この人ですね、ダビド、ラバクロがめっちゃうまい人。なんで、まあ、8200目指して1時間、まあ無理ですけど、頑張りたいと思います。というわけで、メンテナンスね、あげたぶんいろんなカードの、また、この、変わってるんでね、また情報修正についての動画も出せたらいいなと思います。というわけで、今回はこの話で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。